バー最近この事務所もあったかくなりまして出とろいいじゃんみんな。あとで撮ろうよね。あの人たち撮ろう。もうずっと僕がやってるのもどうかと思うじゃないですか。いやみんな竹島さんがいいんじゃないですか。いや違うでしょ。そんなに人気者あれそうなの？いやあれですよ。600いったじゃないですか。はい、でもやったと思って。はい、いやー600で今回は500から600早かったねって。うん言って喜んでたら、はい、なんだか知り合いが YouTube チャンネルを始めてのっけからなんか分回して1万9000再生回数とか言ってたっけ2.8万回こっちはどんだけ続けてるってしかも登録者数ももう300ちょっといっちゃったんでしょ。もういってましたね。ひどい本当に心折れる。追い抜かれちゃいますね。ずるいよあれ。まあコンテンツが違いますからね。はい、まあいや、めげずに頑張っていきたいと思います、はい、もう次700までいったらもうなんか1000近いって感じになる。そうですね、ね、もうガンガン分回していくんで皆さん応援よろしくお願いします、はい、今日は、はい、福祉新聞の方から、子ども国会与野党の論戦で、あのね、岸田さんっていろいろ言われてるんだけど、うん、発言素晴らしい、うん、考え方素晴らしい。ご紹介します、うん、自民党のね幹事長が、まあ、国会の衆院本選でね、あの本会議で、要となるのが児童手当だ、うん、で所得制限は撤廃するぞって今、まあ、ニュースしきりにやってます。所得制限今かかってるので、うん、そうすると、まあまあ、お金持ちだからね、うん、どうなのっていう、まあ、意見もあるんだけど、うん、でもやっぱ子供っていうことに考えていくと、まあ、それは金持ちでも、そうでない人でもやっぱそれなりにやっぱお金はかかるし、かけたいじゃないですか。いや、まあ、そういう所得制限、子供っていうことについてはもうそういうの関係なく、あの一律給付しようぜみたいな話が出てるっていうのと、岸田さんがね、子ども子育て政策が最も有効な未来への投資だとか言って、もうかっこいいこと言ってるわけですよ。で、一番あ、そう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 って僕が共感したのが、個々の政策とかそのお金の話とかいろいろあるんだけど、でもそのあり方で、ここに書いたのはね、地域社会や企業のあり方も含め社会全体で子育てを応援するような次元の異なる少子化対策を実現したいって言って、わかりますこれ。もともと子供って社会全体で育てようねっていう、その、まあ、日本のね、うん、あの古き良き、まあ、日本だけじゃないのかもしれないけど、でもなんかもう今は自分の家庭だけでとかね、学校がやるんでしょとか、まあまあなんかこうぶつ切りになっちゃってる、ね、違う、もう子供は宝なんだから未来の、やっぱ社会全体で育てていくっていう、そのマインドセットが必要なんじゃないかっていうふうに、まあ子ども関係でよく言われてるんだけど、これをね岸田さんが言ったんですよ。こういうの次元の異なるって、まあ要はもう意識から含めて社会全体で子どもを大事にしていこう、これですよ。これがね叶ったら本当にいい社会になってると思うので、もうさ、子供が歩いてるでしょ、でなんか知らないおじさんと歩いてたら、あれあの子大丈夫かなっていう地域ってそうないですよ、うん、この地域やばいですからね、あの民生員とか児童院さんが、うん、あのマンションの上から見せて、あーそんなダメだよそんな喧嘩したとか声かけちゃう子供もみたいななんかね、あの今日元気なかったねとかね、うん、そういうのがなんかこう自然と大人の目に入っていて、でその大人がちょっと聞き聞かしてどうしたのよみたいなこととかね、うん、したら実は友達と喧嘩したんだよねみたいな、あそうなんだ、じゃあ聞いてあげる、おばちゃんどこでさっつって、でそんなことしてると急いで歩いてるのに大根の煮物を作ったから食ったけどいや無理だっちゅうまあなんかそんなあの社会全体になっていくとね、すごくいいのかなっていうふうに思いましたんで、皆さんあの子ども施策ぜひ注目してみてください。それが
今後、まあ、20年30年日本の未来を作るんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日おしまいです。さよなら。